なんとか 500cc クラスの世界チャンピオンへ具体的な足がかりをつかみたい。表彰台へ上がるたびにその思いを募らせる高積の耳にホンダのグランプリレース復帰の声が届いた。またとないチャンス。高積はこのホンダの復帰にかけることを決心したのだった。1968年以来世界グランプリの舞台から姿を消していたホンダである。そのブランクを埋めることはトップメーカーたるホンダであっても容易なことではないはずだ。高積はそれを覚悟していた。と同時にホンダならば3年目には勝てるマシンを作り上げることが可能なはずだという彼独自の読みも働いていた。そして何より高積をエースとして迎え入れ、彼の思い通りの自分のメカニックをチームの中に組み込んだ体制をホンダは認めたのだ。巨額の契約金とともに。明けて1979年、ホンダが世界グランプリへ持ち込んだニューマシンは4ストロークの V4 エンジンを積んだ NR500 だった。終盤のイギリスグランプリをようやく走れたこのプロジェクトマシンは高積の世界チャンピオンへの確信を根底から崩したのである。何よりも辛いのは開発途上の NR500 の相次ぐ欠場でレースの勘を失うことだった。そこで1980年のシーズン、高積はホンダとの契約期間中にもかかわらずプライベートライダーに戻り、市販レーサー RG500 を勝って第一戦のイタリアグランプリで6位、スペインで4位、さらにフランスで6位とワークスデンに次ぐプライベートの中でトップを走り、その実力が全く変わらないところを立証してみせたのである。しかし4戦目以降、続く1981年のシーズンまで NR500 の車上に戻った高積はついに10位以内に入ることはなく、世界ランキングを争うための得点をワンポイントも取れずにいた。高積の期待をはるかに下回る NR500 の戦闘力だったが、2ストロークエンジンが全盛の中にあえて4ストロークで、それも超円ピストンと気筒あたり8バルブというこれまでにないオリジナルのメカニズムを採用した NR500 プロジェクトそのものは、ホンダでなければアプローチも試みないであろうユニークで意義深いものだった。2万回転という 500cc としてはとてつもない高回転を可能としたこの NR500 は、エンジニアやファンの夢を象徴した意欲にあふれたマシンであったが、世界グランプリの舞台では結局通用するには至らなかったのである。この厳しい現実は高積にとって経験もしたことのない大きな誤算となって、彼のレース人生のストーリーの中にぽっかりと穴を開けてしまったのだ。中位グループの市販レーサーに乗るプライベートライダーたちとの接戦に甘んじながら、しかし高積は新たな期待に胸を膨らませていた。来シーズンはホンダが2ストロークエンジンでトップクラスを走れるマシンを投入してくるに違いない。ホンダもそして自分ももう指をくわえていることに我慢できなくなっているのだ。もう一度エースとして走れる可能性をホンダにかけてみよう。そして高積の期待は見事に的中したのだ。1982年、ホンダは勝つためのマシン2ストローク V3 エンジンの NS500 をいよいよ登場させることになった。それも第一線からいきなりトップグループに食い下がるという予想をかなり上回るポテンシャルのマシンである。しかし話題はもっぱらこの NS500 とともに、グランプリへ初のフルエントリーをスタートした若きアメリカフレディ・スペンサーへ集中していたのである。ホンダはイタリアのマルコ・ルッキネリを加えた3人に NS500 を与え、誰をエースとして扱うことなく全力戦を展開したが、スペンサーの活躍は次の世代のエースを意識させるのにふさわしいものがあった。そうした中、高積はもう一度1979年の振り出しへ自分を戻し、新たに独自のストーリーを組み直して世界チャンピオンへのアプローチを着々と始めていた。
この年スウェーデングランプリでの 500cc クラス初優勝をはじめとして年間ランキング7位を収めたのである。